じゃあ、録画の方も開始いたしましたので、よしよしよし、ゲーム音とね、マイクのバランスとか、まあ、多分大丈夫だと思うんですけど、もし気になるところあったらね、コメントの方で書いてください。ほい。はい、どうぞ、スタートボタンを押し始めてください。おっとコイキングさんはどちらかというと逆さなんじゃやりたくなかったみたいですね。さあ行きましょう、ミスターリクビアテスタメント対するはコイキングレベル38。何度ビーキャンされてしまったのかと思うんですね。ちょっと音を上げていきましょう。音は大丈夫かな。さあここは画面端、さあここはゼーネスを作ったところに、アイアンセイバー触ってね、気まずい展開になりましたが、テスタメントを触り直してガードゲージが上がっている状態。さあ最近のテスタメントはね、コンボ非常にゲージ回収がね優秀なので、ハハハハ、一度捕まって持ってかれてしまうと、このゼーネスのゲージ回収とエグゼ2つ用意してからの窒素式っていうやり新しい感じのね、攻めで、おはかなり面白そうなキャラになってるんですけども、やはりちょっとね、こう攻められてしまうとやっぱきついところなんで、そこら辺はやっぱ頑張っていかないといけないところではあります。前配置だから、ここは投げを狙っていくが、ここを飛んでいくところをクッション上げ、逆に返してズーズー式に手を重ねて最後まで我慢して拾ってシークレットガーデン、あーっとゼーネスさんに引っかかって、さあ一本選手はビアテスタメント、やばいやばい最大リターンが入りそうでしたが、ここは大丈夫、蹴っ飛ばして画面中央もう終わりかからの画面端足払いから空中ッシュ 2K2S 青キャン、これタンデム青キャン青ですね。ああ、コンボができず 2K2S ヒット、しかしその後繋がらない、ワットムーン、すごい、そういう技じゃない気がするけど、なんかそういう技みたいな感じで使っていくところが熱い。ああしかしダメ、その IK から2段、おっ、はい、そろ、おはようございます、じゃあ、今日、チームなんでよろしくお願いします。あー、すげえ、ジャンディ勝ちだったと思ったら、その前にゼーネスが邪魔をして、もうさっきゼーネス壊れちゃったんでね、コンボに行きたかったんですけど、これできません。あれだけで、カウンター、ここでね、ゼーネス、分かんないよね、今回ね、慣れていかないと、2S から潰して、ジャンピー追い返す、そして強力な2スパイクで、ここはバースを使わせず、先方戦制しましたのは、ミスさんにクリアテストメント。ニエスすごいところに当たりますかね、今回。今後とかもね、キンエス、ニエス、立ち配、ゼーネストみたいな感じで、そこにいないけど、みたいな感じでね、うまい具合に網の時間使って消費してるっていうのを見ますからね。さあ、対象戦は、DISA、それ対するは、宝くじ。宝くじやばいな。宝くじさんなんか見事当たったみたいなんでね当たったっていうのが分かんないけど、自力で勝ち取ったっていうのが正しいんですけど、アークレモの本戦ではね、風神の数を数えてほしいですね。さあこの投げはね、風神返せるんで、あーこれ投げれなかった、おいしいおいしい、逆においしいおいしい、足場にカウンターからアークショットしない問題なし、画面端へ。さあ男アンジー顔がもう真っ赤になっていますが、小林君ガード固めて風神を当てていきたい、シャンファイスだから風神を当てていきたいという、あっ前ハイスラガードポイントからキャンセル、ほい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 、画面端、シャイド起こしてガードへ昇竜拳もしっかりガードを断ち切り、今回はレベル3になってるのでヒットバンドに簡単、あーピヨって、ほいほいほい、風神どうから、あれゲージあっ、あ、青剣できなかったんですね。さあガンブレイズを振るか、しかし風神力強い、ゲージが 50% 溜まってたんだね、もうポンといきます。さあ、あちょっとね、チームメイトの水谷先生も笑ってるんですけど、大丈夫なんですかね、これ。さあ、警戒から、ダメージ。警戒、警戒
をね、投げかけしまう。わっ、強力な警戒が降ってきた。そして警戒めくりブロックヘッド飛んでくるところジャンピーで返していくが、このジャンピー回転率がね、かなりいいんでね、カウント減ってきますが、投げている。そして 2AK、ガンブレイズを警戒しつつ、ダスト。ここでファフニールが確定、刺さって空中出し、コンボ、画面端。さあ、投げていく、ちょろちょろしてんじゃねえかな、中央の 2K、ヒットから走って走って、ここは我慢、ガンブレイズ、ここはいない。が、ここはタッチピーは当たらない。さあ、何を狙う天使一脚ガードが間に合ったなん、風神はやっぱ違いますね。キンキップ取ってるだけありますね。そうですね。かなり、足払いは多分風神対策のために置いてあったものだと思うんですけど、乗りましたね。さあ、勝ったのは、水谷クビアチームでーす。はい、では A バンダイで1回戦を始めていきます。 A バンダイロイソルニコロボチームとスカイのフィーノベノムチームです。よろしく。風神はね、最速で出すかちょっと遅らせて出すかでね、結構変わるんでね、技重なってなかったらそれだけ遅らせて出せばいいじゃないということで、はい、 B バンダイはどっちかな。 B バンダイどっち。あ、テレサチーム勝利。はい、1番はい、B バンダイで連戦でいきましょう。あ、トラさんできた。トラさんつかノブさん、ノブさん来てない。ノブさんまだいない、いないっぽい。じゃあテレサチーム連戦で、カネキさんのミリアとヤソさんのポチャムキンいますか。カネキさんとヤソさん、これね、一回負けても負けトーナメントあるんで帰らないようにお願いします。じゃあカネキさんとヤソさん、あ、逆かな、とチームメイトになっておりますんで、対戦相手はテレサチームです。はい、では A 番でスタートボタンを押して始めてください。巻いてくださいさんと黒金さんはね、負けトーナメントあるんでね、泣いて、始まってるみたいなんですけども、さあ、会社に住まいです。ランピー側はロイソルニコロボチーム、トゥーピー側はサイナーフィンガレオチーム。おー、投げてどっちかな、下段から、ほい、これ中央、表現との逆角もありますが、今ゲージがね、結構少ないんで、井の側無理しないでいきたいところ。 50% の補正がね、相手にかかってしまうんでね。さあ、2K から2ハイスラーしっかりつないで、ケミカル演説を取得されて、昇竜に対して対策、空中昇竜で、さあ、グリシムに OK っていきました、ほい、ドンから空中出し、あ、しっかりコンボ決める、かなり減った。そしてロボ回のね、決定はやっぱこうフルコン決めた後にゲージが空っぽになってしまうってことなんでね、その後どうするかって、あはは、走りますね、投げを匂わせの立ち系、かなりね、大会ではそういう心のね、お疲れ様です。強い方だな、重要だな、3です。次試合です、キッシーさんとです。キンキップチームです。画面端、さあ、ここは下段通して画面端、勝利権があるのでちょっと怖いが、ジャンプアイスローガッツしているので、ここ熱量がやばいぞ。ここは、あー、昇竜拳超痛い、これ拾えるんすね、これ。あー、かっこいい、やっべ、かわいそうでござるな。あ、ゲージがない。昇竜拳難しいですね。助け拾いしてもダメですからね、多分間に合わなかったかな。ミサイル重ねから、ここはしっかりカジンジャンプですね、多分。ドンドンドン、ダスト、ハイビー、あー危ない。しかし熱量上がっているので、この後の攻撃を引っ越した時の期待がかなり大きい。さあ、ここから顔を赤くしていきたいが、ギリギリを保っています。79とか8とか、そこら辺。
スターも辛そうですが、ここは引っ掛けてさあ奥攻め返していきたい。しかし妖怪は昇竜拳に加えて二連起き上がりがあるので非常に面倒くさい。今そう読んでエンス、ここでゲージを回収されてしまうとかなり面倒くさいので何とかさせたくないんですが、クシュラシをうまく通してカイサル狂言で拾って運んでいく。また戻ってきて FB からの、あら落ちていたのかな、落ちてるんですねよくわかんないですけど落ちてました。もっと頑張ってくれる、まだ燃え切らないの。 You win。 お隣いますよ。はい、じゃあ行きましょう。決対挑戦です。じゃあね、次の呼び出しだけしておきますと、 A 番内が、タカさん、あ、 A 番内じゃない、空いたところでタカさんと水谷久美和さんのチームと、キッシーさんとトラさんのチームとなっておりますので、よろしくお願いします。さあ裏に押して足場リボルバー、ジャンプ回数が 2K からのブッキラー通していく。ここはバーストを使っていく。 8K で弾いてコパンコパン足場から画面中央、ここはブッキラー回避、画面端にボールを作ってうまい上に押し込んでいきたいですが、うまい 2S で出して止める。さあジャンピー 2K、 この後ね投げも匂わされてるの角が怖い。そしてあの 8K に大体あの投げが仕込まれたりするとね、非常に画面端で拾われるキャラは面倒くさそうです。ジャンプ回数だから、さあ弾が打てない、あーとクーラー通っているが、その後の続きはこれですわさあこちら失敗ですから、おいしい展開になってきた。ジャンプ落としてもう一回、あー弾がさようなら、画面端じゃあ落ちつつ画面端、非常に厳しいがジャンピーからしっかり 2K を下げていく。ディブスは足元にこうやるんでね、なんか隠れるかもしれませんな。チャンスはじいて球をさらに2つ生成。さあ耐久したいが、うまい具合に的を絞らせずソルガオが相手を動かしていく。 HKNS 止めてここ 2S 早い段階で追い返して、ちょっと考えてさあ守備を走って感じ。さあ戻ってきて、お前より重なる。さあ3、1個残しておいたが、ジャンハイ P から画面端、エース菅氏の足払い発生してたらあんな見えるわけね。起き出しているが、ここは ES に対してリボルバーヒット、しっかりカウンターじゃない、クリーンヒットからボルカニックバイパーでかっこよく決めて、さあ決定戦いきます。さあ、イノ対ソル、なんか今回の予選では何ですかね、そのイノを警戒してる人が結構多いみたいで、やっぱ今回ねかなり熱いキャラなんですかね。討伐隊やばいっすねこれ。さあ行きましょう、決定戦。勝てば2回戦進出、負けてしまったら負けのトーナメント行きとなります。さあまずはグーチバゲー取られて、エンゲスの自動投げ S からグリンガー、あースラバしたのに裏にいた。ピースカシのブッキラからジャーン S、ごめんなさい嘘です、2回戦からの最弱インガー。さあもう一度取られて、もう一回今度は決めていきたい。2ループ目にバスを引く、立ち系でフォアを捉える。空中リボルバーから画面端叩き落として、縦蹴りのちょっとねやられ判定がビョンと空中判定になりますんで、それでうまい具合に返していく感じですが、ここはちょっと気まずい。ナイスヒット、ここは耐えたいぞ井上は狂言で。さあこれ流れを変えていきたいんですけどゲージがない。さあ潜っていくが、しっかり着信円安を差し込んでいく。ロイソルが一本選手リーチ、さあ走っていくる、ここは爆生足で透かして昇竜拳叩き落とすから空中の塩 PKS 前にヒット、これうまくつなぐ。
ッピーバンダイはどっちかな。あ、こちらで、はい、わかりました。安さん、金木さんは負けトーナメントあるんで、まだ帰らずにお願いいたします。はい、では B 番台、タカさん、水谷、クビアさんのチームと、キッシーさん、トラさんのチーム、B 番台にお願いします。やれやれだと言ってる間に勝ったのは、ロイさんのソルエ。トラだと思ってました。じゃあノブで、じゃあ普通にノブなんですね、これ。はーい。